皆さんの大きなご支援のもとで市民の声をしっかり聞いてくれる市長は横浜市の議会の中、横浜市政の中を変えてきています。ここに示されるように私たちの要求を大きく実現する方向へと進んできたものだと思います。この間市長は3つのゼロを掲げています。75歳以上の人たちの低労働者証自己負担分をゼロにする、子どもの医療費も負担分をゼロにする、さらには出産費用をゼロにする、皆さんこういった市長の要求を本当に実現するためには市長を支える理解が必要です。実は今日第3回定例会の議案関連質疑がありました。その傍聴しておられた新聞記者が共産党の質問が一番市長を支えている答弁質疑だったということをよく分かりました。こうした感想を述べておられました。皆さん、私たちが運動し、そして皆さんと一緒に要求実現の取り組みをしてきた結果ではないでしょうか。こうしたことができるのもこの磯子区では、磯子区補選では44年間磯子区に住み、そして自治体の仕事をし熟知してこられた初池さんならでは実現できるのではないでしょうか。どうぞ皆さん、横浜市の市長を支える共産党の議員団をしっかり大きくさせてもらうことがさらに要求実現の方向を強めることだ、このように思います。そして皆さん、今度の補欠選挙は次の国政選挙、総選挙に連動するものだと思います。今総裁選の選挙がこれからされようとしていますが、これまで安倍政権、そして菅家政権、この新自由主義的な利益優先、効率優先の政治を進めてきた大きな矛盾が私たちの暮らしも大変な状況に追いやっています。菅首相が総裁選出馬辞退したのはコロナ問題をはじめ多くの市民の怒りに押されて政権を投げ出したものです。そして今度の総裁選、誰が総裁になろうとこの基本路線は変わりません。そういった意味では政治を大きく変えていくことが求められておりますし、これまでにない大きな市民と野党の共闘が広がっています。この野党の共闘の大きな一翼を作ったのが横浜市の先の市長選挙、市民と野党の共闘で誕生させた新市長だった、このことが自民党にも大きく衝撃を与えていると思います。皆さん、今度の総選挙に連動する、さらにその動きを大きくするためにも蓮池義雄さん、幸雄さんを議会に送っていただき、要求実現と、そしてその運動をさらに大きく広げ、総選挙でも野党連合政権実現する力にしていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。日本共産党議員団の一人、旭区選出の川地民夫さんからご挨拶と激励をいただきました。引き続きまして、神奈川土県南横浜支部、お出さんお願いします。どうか。横田駅ご通行中の皆様、ご近所の皆様、お騒がせしております。私はですね、神奈川土建一般労働組合南横浜支部で専従の事務員をやってます、おいでと申します。実はですね、神奈川土建というのは建設の組合でありまして、地域の建設従事者、建設労働者、一人親方、中小事業主などが、加入している労働組合であります。今建設業は非常に困難な状況に陥っていまして、建設業の人たちはですね、例えばゼネコンの下請けで現場に入っている方たちなどは新型コロナの
罹患でですね、仕事が続けられなくなったり、あるいは現場でクラスターが起きてしまって、せっかく働こうとしていた人たちが何の保証もなくですね、休業を強いられていて、そこで区民の方でもいろいろ支援をしたりですね、ゼネコンとかに要求をして、その建設の従事者の方たちに支援をしろというような運動をしているんですが、なかなか横浜市も国もそういったことをやってくれないのでですね、非常に今の政治に憤りを感じています。で、先日のですね、横浜市長選挙で私たちもコロナの、ね、対策と、あとは火事の反対の旗を掲げてですね、山中市長を応援したんですけども、その中でやはり日本共産党の役割が一番大きかったというのは間違いありません。私たちの組合の中で日本共産党の講演会というのを作ってまして、それで山中市長を押し上げるためにも共産党の力が必要だということで、共産党の人たちと共に戦ってきまして、この結果ですね、山中氏を当選させることができたというのは間違いではないと思います。そしてですね、日本共産党はこれから横浜市長さんの、支援する市会の与党になるわけですよね。そうしますと、今まで自民党や公明党が与党となっていた林市政に代わって、これから山中さんが市長となって、その与党を、立憲さんと日本共産党で、なるわけなんですけども、実際数が少ないです。となると、せっかく皆さんが選んでくれた山中市長のやろうとした政策が圧倒的、今度自民党や公明党野党側の反対によって、いろいろなやってほしい姿勢が行われないということが起きます。じゃあどうしたらいいか。それは少数与党である共産党を伸ばすしかない、立憲さんもそうなんですけど、立憲さんはもともと火事の、ね、賛成だったり、いろいろ自民党寄りのこともやってましたので、真に火事の反対、そして市民のための政治をやろうとしていたのはまさに共産党だけだと思います。そしてこの蓮池さんはですね、磯子に在住して、磯子の中で磯子のために頑張ってきた、44年間も頑張ってきた方でありますので、今回この磯子の補選に立候補の予定の、5人か6人か分かんないですけど、その人たちの中で唯一磯子区でずっと頑張ってきた人であります。一番候補者の中で磯子区の皆さんの現状を知って、磯子区のどこが困ってるかですね、どこが問題があるか、そういうのを一番知り尽くしている方であります。で、蓮池さんのいいところはですね、私たちも神奈川土建の組合でですね、蓮池さんにいろいろ相談に乗ってもらったりすることもあるんですけど、一番素晴らしいのはすぐ動いてくれる、それが最も素晴らしい点だなと思います。蓮池さんはいろいろなつながりとかですね、自分の行動力の力でですね、何か困ったことがあると直ちに必要なところに連絡をしてくれて、いろんなことを聞いてくれます。それで解決に導いてくれます。こんなに頼りになる人をここにね、置いていくわけにはいかないので、やはり市政にですね、行っていただいて、磯子区、そして横浜市、ひいては神奈川県全国のためにですね、働いていただければと思ってますので、私たちも一生懸命応援してますので、皆さんもぜひ日本共産党を山中市長の支援の与党のですね、支えになるためにですね、この蓮池さんもその一員にぜひ押し上げていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。おいでさん、ありがとうございました。引き続き陽光台に住んでいる住民の方から蓮池さんに一言応援の弁をいただきたいと思います。陽光台に住んでおります、木谷と申します。山中新市長の市政を、支えている、日本共産党市議団宝の旧議席を蓮池幸男さんの当選で
ぜひとも宝の十二石にしていただきたいと、切に、願っております、先日の報道では、横浜の商工会議所の方々が山中市長と会って懇談をして、カジノは経済的な起爆剤になるから、ぜひとも推進してほしいということをこの後に及んでまだ、そういう発言をされているという報道がありました、もう市民の審判は下ったんです。にもかかわらず今に至るもなぜこのようなことが、彼らは市長に対して、発言しているのか、それはもう言うまでもなく新市政が少数与党である。86の全ての議席のうちですね、50議席以上を野党の自民公明が占めているという、そうした力関係のもとで今に至るもまだそういうことを言われているわけです。これはコロナに限らないと思うんです。山中さんは3つもゼロということで、選挙を戦い、そして市民の大きな支持を得て、ゼロというのを掲げておられます。これを実現していくためにも今何が必要かといえば、やはり新市長を支える与党の勢力、とりわけ日本共産党、そしてこの今補選が始まった蓮池幸男さんをぜひとも当選させて、日本共産党の大台10議席の宝の議席にさせていただきたいと思います。どうぞよろしく、蓮池幸男をよろしくお願いしたいと思います。ただいまの弁士は菅谷さんでした。ありがとうございました。私たちの暮らしは政治のやり方によって変わってきます。どちらを向いた政治なのか、上を向いた政治なのか、それとも住民の暮らしを向いた政治なのか、本当にこの横浜市の政治を変えるためには住民のために働く日本共産党の議員をたくさん増やさないと私たちの暮らしは良くなりません。保育園の問題、学校の給食問題、そして敬老パスの問題、医療費の問題、全て私たちの生活に関わる問題です。その一つ一つを取り上げるのが議会です。私たちの一番身近な議会は横浜市議会です。今横浜市議会の議員は日本共産党議員団9人しかいません。これを10人にし、さらに11人にし、増やしていくことによって山中市政を支える大きな議員団が必要です。そのためにも今回の市議選補欠選挙で蓮池幸男さんを何としても議会に送り出さなければなりません。そしてこの磯子行幸台は高齢化が進んでおります。外に出たくても、買い物に行きたくても足がない、バスの便が少ない、どんなに年を取っても自分一人で生活をしたい、いよいよ暮らしができなくなった時にヘルパーも欲しい、そして介護施設にも入りたい、そんな願いどなたも持っていると思います。それを支えるのが政治です。私たちの方に向いてくれる政治をするのか、それとも大企業や大金持ちを向いて政治をするのか、そして開発をするためにいろいろな自然を破壊したり、港にカジノを作ったり、そういうことを要求するのではなく、住民の暮らしを支える日本共産党を大きく、そして日本共産党を大きくしなければ暮らしは良くなりません。引き続きまして年金者組合から豊田さんに
敬老パスのお話も要求も出していただきたいと思います。両校大生徒の皆さん、こんばんは。私は日本共産党年輕者講演会の藤田と申します。私たち高齢者は町に現存に本当に身近な知恵ます。これは非常に大事であります。明日方さんの時に無料の敬老パスの制度ができました。しかしその保守的な市長によって値上げは積み重ねる大変な負担になっています。ぜひこの敬老パス、山中さんは無料にする、こういう方向を出しました。ぜひ実現をしていただきたい。高齢者が買い物に行く、そして病院に行く、このこと非常に大事な問題です。地域の商店街が増え、それによって市税も上がってきます。そして通院することによって、気軽にすることによって、病気の医療費の高騰を抑えることができます。総合的に見ればこの敬老パスというのはそういう意味でも大きな役割を果たしています。ぜひこの敬老パス無料にする方向を山中市長と一緒に蓮池幸男さん、ぜひ当選させて実現をさせていきたい。今区内では市営の89番の便がなくなったり、このそういう意味で高齢者が気軽に表に出る状況ができなくなっています。ぜひこの敬老パス並びに市営の減便をなくしていく、そのためにも蓮池幸男、ぜひよろしくお願いしたいと思います。蓮池さんは本当に私たち高齢者、そして住民の要求にすぐ応えてくれる人です。その両校内の近くの、あのオリンピックの前の交差点、非常に時間が短くて高齢者が横断するのに途中で信号が変わりかねない、こういう状況がありました。ぜひなんとかしてほしいという声が私たちに届きました。そこで和彦さんと一緒にその信号横断歩道を調べて、これは本当に大変だということで区役所に要求を出し、県警にそれを改善のために努力をしてすぐに動いていただきました。そのことによってこのオリンピックの前の放送線と信号機は何秒間ですけれども長くなって、なんとか高齢者が安全に動くことができる、こういう成果を上げることができます。これもやはり住民の要求にすぐ応える蓮池幸男さんの姿勢が表れているというふうに思います。住民の要求にまともに応える、ぜひこの蓮池幸男、ぜひ今度の26日に行われる汚染、何人かは出ておりますけれども、このカジノの問題でも市長を作るのにも私たちと一緒にこの両校内でも街頭で汗を流したのは蓮池さんだけです。どこから南区の市会議員に起こってこれ選挙として来る、そういうような状況ではありません。ぜひ本当に住民の立場に立って一貫して横浜で生まれ以上で育ち、そして高齢者をはじめ住民の痛みが分かる蓮池幸男、ぜひ当選させて共産党の力を9から10にして、この山中さんと一緒に住民の要求に応える、高齢者の要求に応える姿勢をぜひ実現するために以上から今度の26日の汚染では蓮池幸男、
よろしく高齢者からもお願いをして、私の推薦の言葉にしていきます。共に頑張りましょう。年金者組合、土地田さん、ありがとうございました。引き続きまして、同じく年金者組合で頑張ってます。はい、菅谷雅恵さん、どうぞよろしくお願いします。この磯子に住んで40、50年近くここに住んでおります。そして今私がぜひ望みたいのは介護保険料を下げてほしい。私も母が介護を受けて本当に介護保険料のお知らせ来るたんびに上がります。そしてそれが年金から自動的に引き落とされる暮らしが本当に介護している立場から言うと今本当に介護保険料高くなる下げてほしい。本当に高齢者は安心して暮らしていけない、そう思ってます。そういう意味で日本共産党が今9議席から10議席になる、これは大きな力となるのではないでしょうか。ぜひ介護保険料引き下げのためにも蓮池幸男さんを司会に押し上げて、この機会に日本共産党の司会議員団を10名にしてください。そしてもう一つ、国民健康保険料も上がります。水道料金も上がります。どうしてこんなに生活のものを税金払ってるのに上がってくるんだろう、そういう疑問がいっぱい浮かんできます。ぜひ暮らしを守るために日本共産党蓮池幸男さんに頑張っていただきたいと思います。そして10議席獲得して私たちの生活を楽にしていただければというふうに思います。それともう一つあります。私は医療の現場で事務的な仕事をしております。今介護の問題で言われてなかなかやってくれません。臨時の医療施設大規模に作ってほしい。自宅で死ぬようなことは絶対にあってはならない。それともう一つ、 PCR 検査をいつでもどこでも受けるようにしてほしい。病院の中で働いている看護師さんや、それから非常勤で働いている看護補助さん、 PCR 検査すぐ受けることはできません。そういう意味ではコロナの感染拡大を止めるためにも臨時の医療施設を大規模に今すぐ作ってほしい。 PCR 検査もいつでもどこでもできるようにしてほしい。そういう意味でも共産党を10議席にしたい。そしてこの磯子から蓮池幸男さんを市議会に送り出したいと思ってます。皆さんよろしくお願いいたします。蓮池さんを市議会に送るための力強い応援ありがとうございました。再び荒木由美子さんに応援をお願いいたしたく、お願いいたします。横尾田駅をご利用の皆さん、磯子区民の皆さん、こんばんは。日本共産党横浜市会議団長をしています、荒木と申します。今日は今回の補欠選挙、とにかく蓮池幸男さん、即議員として働ける蓮池幸男さんの応援に駆けつけました。皆さん、8月22日の市長選挙、本当に横浜市民にとっては新たな1ページを開く、そして市民の要求が実現できる、この市長が誕生した、それを今日私たち本会議ではまさに体現をしてきました。 IR カジノは即刻中止と公約に掲げた山中市長が、今日は本会議場で最初の所信表明で IR 推進室は10月1日をもって解散とはっきりと市民の前に約束しました。本当に多くの皆さんの署名の力と、そしてそもそもこの経過は住民投票でカジノ誘致を決めようと、あの前林市長が2年前8月22日に勝手に自分で IR 誘致を決めた、そこから私たちの怒りが起きたわけです。風光明媚な横浜に賭博場であるカジノはいらない、その収益で福祉を良くするなんてお門違いです。
今度の山中市長の所信表明でも、まさにカジノ誘致をしなくても出産費用やあるいは子育て支援の分野で予算をきちんと使って若い人たちがこの横浜に住みたい、そういう横浜市政を実現する、そして高齢者の皆さんにとっては敬老パスを無料にして医療費の負担を少なくする、もうまさに私たちが望んでいたその横浜市政を山中市長は実現したいとはっきりと市民の皆さんに向けて公言をしました。この市長を支えていく議会はやはり私たち市民の皆さんと野党の共同の力でさらにもう一回りこの線を太くする、そのために何としても日本共産党今日本人が立っております、蓮池幸雄さんを議会に送っていただきたいんです。磯子区の皆さん、今磯子区のこの議員の構成はどうでしょうか。自民党は2人、公明党が1人、そして1人補欠、ここに共産党の議員が入ればまさにこの磯子区でも構成がガラッと変わって山中市長を支えるパイプができるわけです。現時点では今の磯子区民の皆さん、残念ながらそのパイプができてないわけです。ですから市民の要求を実現する上でも、これからの中学校給食の問題、そして地域の崖対策など、そういう点でも日本共産党の蓮池幸雄さんが当選することによってまさに大きく動いていくことができます。皆さん、議員の仕事というのは市民の皆さんの声、そして何より区民の皆さんの声を吸い上げていくことなんです。私も議員になってそれが一番よくわかります。なぜか南区も磯子区と同様に崖がたくさんあります。この間も雨で個人の崖が崩れて、本当にその若いご夫婦はこれ以上借金増やせない、1000万もかかる崖対策できない、本当に困ってらっしゃいました。でも私が間に入って県地域局の職員と一緒に膝を突き合わせて、とにかく横浜市の助成制度が使えるようにするためにどういう方法でできるか話をの考えてほしいと言ったら、あっという間にその解決方法を建築局の職員は考えてくれました。皆さん、住民自治、そして市民の声を聞く、そういう議員が増えない限り磯子区の皆さんにとっても崖対策一つとっても進まない。そのためにも蓮池幸雄さんを何としても議会を送っていただいて、山中市長を支えると同時にこの磯子区の皆さんのさまざまな要求実現のために何としても蓮池幸雄さんを議会を送っていただいて、皆さんのお困りごと、そして暮らしの問題、あるいは差し押さえになって高い保険料や市民税が払えない中小業者の皆さんの苦しい声、ぜひ寄せていただきたいと思います。山中市長も市民の声を聞く、これが一番の公約です。蓮池さんも県の職員として県民の声を聞く、これが蓮池さんのモットーです。ぜひとも今度のこの磯子区の補欠選挙、皆さんの大きなご支援を蓮池幸雄にお寄せいただいて、市民と区民をつなぐ、そして横浜市政を動かしていく、私たちが本当にこの横浜に住んでよかったと思えるこの横浜市政を作っていくために、ぜひとも今度の補欠選挙、山中市長を応援してくださった多くの皆さん、次は蓮池幸雄に皆さんの温かいご支援をお寄せいただきますように心からお願いを申し上げます。今の菅政権もこの山中市長の誕生で退陣しました。今度はこの磯子区から本当に私たちの住民自治が守れる、区民の要求が実現できる日本共産党の議員を送り出していただきますよう心からお願いを申し上げまして、私日本共産党市会議員団長荒木からの訴えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。